で、これ見るとですね、ちょっと透明で見づらいと思いますけれども、肺のすぐ下の丸のところまでオイルが入っております。皆さんこんにちは、 DIY チャレンジのタカです。本日は鈴木ランディのオイル交換を DIY チャレンジしたいと思います。ご存知の方も多いと思いますが、鈴木ランディは日産自動車からの OEM 車種で、ベースはセレナとなっております。では使用する工具類をざっとご紹介させていただきます。左奥から排油系、エンジンオイル、取扱説明書、ウエス、オイルフィルター、ラチェットハンドル、コンビレンチ、クリップ外し、エクステンションをつけたフィルターカップとなります。それでは取扱説明書を見ながら、エンジンオイルの量とオイル粘度を確認していきたいと思います。取扱説明書が示すエンジンオイルのみの量は 3.6、フィルター含める場合は 3.8、推奨のオイル粘度は 0W20 となっておりますけれども、こちらの車は14万キロぐらい走っておりまして、さらにオイル消費も確認できていることから、少しね、意図的に固めのオイルを使ってみたいと思います。使用するオイルフィルターは、ボッシュの品番 N8、高さが70ミリ、外径が 65.2、内径が65ミリのリリースバルブ付きのフルフロータイプとなっております。次に使用する工具ですが、上からラチェットハンドル、エクステンションバー、コンビレンチ、クリップクランプツール、フィルターカップ 65mm に対応したもの、ショートエクステンションバーになります。では次に、交換前にあらかじめエンジンの暖気運転を行っておりまして、レベルゲージを抜いてですね、現状のオイル量も確認しておりますので、その後にやることとして、オイルフィラーキャップを緩めて、それからレベルゲージを浮かせておきたいと思います。次に、現在ついているオイルフィルターの確認をしたいと思います。現在ピアさんのツインパワーというフィルターがついておりますけれども、こちらの特徴はろ紙が2種類ついていて、10ミクロのろ紙と20ミクロのろ紙、組み合わせたものがこのフィルターの中に入っているというのが特徴になっております。では次に使う新しいオイルフィルターの特徴をご紹介したいと思います。ボッシュさんのタイプ R シリーズになります。品番は N8 ですね。で、これを使用する理由なんですが、単純に見た目が赤でかっこいいからになります。では、新しいオイルフィルターの取り付けを行います。本体の側面に4分の1回転ごとに数字が1234と印字されておりまして、設置してから4分の3回転、こちらの指示に従って取り付けていきたいと思います。新しく使用するオイルはカストロール GTX ウルトラクリーンになります。オイル粘度は 5W40。使用するオイル量は、オイルのみの場合は 3.6。エンジンオイルとオイルフィルターと同時交換の場合は 3.8 リットルになります。メーカーが推奨するオイル粘度は 0W20 となっておりますけれども、こちらの車約14万キロ走っておりまして、オイル消費も確認していることから、意図的に 5W40 のオイルを使ってみたいと思います。それではエンジンルーム内のフィラーキャップを開けて、新しいエンジンオイルを注いでいきたいと思います。まずウエスで手前を汚さないように養生してから、ノズルをオイルフィラーキャップの中、口にね入れて注いでいきたいと思います。用意したオイル量は 3.8 リットルになります。こちらオイルのみの場合は 3.6 リットルになりますが、今回はオイルフィルター同時交換となりますので 3.8 リットルになります。で、注いでいくときに私が気をつけているのは、新しい車、自分が過去にやった実績がない車だと、どのくらいの飲み込みスピードなのかわからないので、まずは慎重に少しずつ、飲み込み具合を確認しながら、少しずつ少しずつ様子を見ながら注いでいくようにしております。過去に嫌な経験なんですが、オイルをこぼしてしまったことが何度かあるんですが、こちらこぼしてしまいますと、オイルを脱脂洗浄するのが非常に時間もかかるし、余分なブレーキクリーナーとコストもかかるし、さらにストレスもかかると、何もいいことがありませんので、急いでいる時こそ慎重にゆっくり注いでいきたいなと思います。そうこうね、気をつけながら注いでいくと、もう終盤に差し掛かっておりますので、そろそろね終わるんじゃないかなと思います。で、抜く時もですね、一気に抜いてしまいますとオイルがね、飛散してしまいますので、少しずつゆっくりと落ち着いて抜いていくように心がけております。はい。で、オイルをですね、全部注ぎ終えたらですね、一度オイルフィラーキャップを、閉めて、アイドリングを5分、クーリングを5分、
オイルがオイルパンに落ちてくるのを、待って、オイルレベルゲージで適量入っているかどうかを確認したいと思います。新しいオイルを注ぎ終えましたので、オイルフィラーキャップをしっかりと奥まで締め込んでいきたいと思います。次にオイルレベルゲージも奥までグッと差し込んでロックかけます。それではエンジンを始動してまして、アイドリングを約5分間やってみたいと思います。室内にね、移動しましたけれども、現在 139,312 キロと結構ね、たくさん距離走っておりますので、メーカーが推奨する 0W20 とは違う 5W40 を意図的に入れております。でアイドリングをね、しっかりさせる目的としましては、新しくオイルフィルター交換しておりますので、フィルターの中までしっかり、オイルをね、回すっていう目的でやっております。それではね、5分アイドリング終わりましたので、さらにね、5分クーリングさせて、オイルパンに、全てのオイルが落ちた後に、オイルレベルゲージでオイル量を測っていきたいと思います。では十分なクーリングが終えて、オイルパンの中に新しく注ぎましたオイルが落ちたと思いますので、一旦ですね、オイルレベルゲージを拭って、こちらの、レベルゲージをきれいにします。で、見ていただくと丸、ポチですね、丸い穴が2つついてると思いますけれども、ローレベルとハイレベル、ですね。この丸と丸の間に入っていれば、適量だよということになっております。で、もう一回奥まで入れてですね、このオイルがどこを示しているのか。で、これ見るとですね、ちょっと透明で見づらいと思いますけれども、ハイのすぐ下の丸のところまでオイルが入っております。で、これで適量 3.8 リットル、メーカーが推奨する 3.8 が確認できたということになりまして、特にね、継ぎ足しする必要がありません。で、場合によってはですね、これ足りない場合なんかは、継ぎ足して様子見るというのも、必要かと思います。本日は初代 SC25 型のスズキランディ、こちらのエンジンオイル交換を実施させていただきました。日産自動車からの OEM 車種になりますので、日産のセレナ、25型の初代セレナも共通だと思いますので、少しでもね、ご参考になればありがたいです。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回、よろしくお願いいたします。